皆さん、こんにちは。本日は、ライジンステップをするイカちゃんを、チャージャーで射抜く遊びをしていきたいと思うんですけども、皆さん、ライジンステップはできますでしょうか？皆さん、ライジンステップはできますでしょうか？じゃあちょっと今のそのみんなのライジンステップがどのようなものなのか、まあ、見てみたいので、ここで今、やってみてください。何？ライジンステップ？おー、いいよ。はい、じゃあライジンステップ、頑張ってみてください。潜って。間違ってないか。ヒデさん、ヒデさん間違ったこと教えちゃダメだよ。みんな分かってないんだよ、ステップがどんなものなのか。もうスプラトゥーン3になるのに、未だに2で分かってないんだよ。はい、ということで、ライジンステップで逃げるイカたちを倒す遊びをしていきたいと思います。俺がチャージャーで今回は、倒しに行くので、全員しっかり捕まえていきたいと思います。僕、チャージャー怖い。みんな逃げて。僕はここに隠れてるから。はいた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 。ヒデさんだ。ヒデさん早い、うまいね。だからみんななんかできるじゃん。めちゃくちゃ気持ち悪いぞ、これ。早いぞ。一発で二人倒した。ストラックアウトで言うと二枚抜きってやつだ。ああ、受けられた。待って、ここから抜くか。せっかくだし。ヒデさん下がってた、なんか。早いし、なんか気持ち悪いな、この動き。僕、イカ登りの練習しようかな。シュッ！ここ！あ、かかかかかか、あと一人、あと一人。ヒデオさんだけだ。終わった。いないいない。バー。なんか気持ち悪い。本当に、見て。本当に気持ち悪い。早いね。なんかパブロぐるぐるされるより、ライジンステップの方が難しいかもしれない。ヒデオさん。ヒデオさんやってなくない？カニちゃんになってるだけじゃん。カニ歩きしてるだけだぞ。やってる？あ、やってる、やってる、やってる。今やっただろ。絶対今やった。これ倒すか、じゃあ。いや、早っ！あー、地面打っちゃった！なんで？今やってなかったよね。今やってたのかな？ライジンステップは疲れるんですよ。だから、こうやってもう同じところに止まってペチャペチャ。いやー、避けられた。何にも当たんない。何にも当たんない。早すぎて。あの子当てたいな。いや、むずい。何にも当たんないんだけど。いやー、避けられる。マジで避けられる。全然当たんない、ね、全然当たんない。ここめっちゃ集まってきたけど全然当たんない。おいおい、ヒデオさん、これなら当てられるんじゃないか。動いた。くそー、避けられる。なんでこんな避けんのみんな上手いんだ。なんだその動き。僕はウラちゃんにはやられません。見てくれ、この動きを。シュッシュッシュッ。イエーイ、ウラちゃんが当たらないぞ。ウラちゃん下手っぴ。